ああ解除しようね。はい、というわけで皆様どうもイランカラフテ。最近女性ハイランダーに戻るタイミングを完全に見失って、たまにこう美女に癒されたくなると、まあ、スカイリムっていうゲームを起動して、まあ、ビカモッドっていうのがあるんですけど、まあ、それを使用すると、まあ、女性キャラがすごい美人になるっていう、まあ、それを使用した状態でスカイリムをやって美女を眺めて若干癒されているダラダラプレイヤーのおじさんでございます。はい、でここは今どこにいるかと言いますと、まあもうお分かりだと思うんですけど、ちょっと珍しい時間にやってるんですけどね、今これちょっとリアルタイムのこれ表示方法をちょっとフレンドさんに教えてもらって、あの14時6分で、日付は本日11月7日でございます。2016年の11月7日、あれから数日経ちました。はい、リベンジしに来ました。リベンジって言葉ちょっとね、あの怖いから、まあリトライしに来ました。このね、首なし野郎を倒すべく、あの来たわけですよ。おじさんこれ頑張って62の53まで鍛えてね、で自己強、まあいやもうね、あだいぶもう2分あれば勝てるから、これ2分あれば勝てる、勝てる。でこれなんかね、赤くなっちゃってね、これプラス60になったら、なんか俺赤がねどうもちょっと苦手なんでね、あれなんですけど、はい。で今回はもう忘れない、忠義の剣を忘れない、これ重要、忠義の剣を忘れない、そしてプロテスも忘れない。はい、もう大丈夫、いけます。もう今度は倒すよ、今日は倒すよ、大丈夫、今日は倒す。でそう、コメントでもちょっといただいたんですけど、あのコンバレセンス使ったねケアルの方が MP 効率いいんじゃないですかっていうねのも、あのあちょっとちょっとちょっとねいただいたんですけども、そうケアルね全然回復しないんだよね、これ。要はさ、今使うとさ、ああこれ、これ危ないからね。これほんと危ないから。ちょっと待って、さっき、ちょっと一回クレメンシーさせて。クレメンシー、クレメンシー、クレメンシー。ちょっと今、コンバ使うよ。ケアル一応入ってるんですけど、あの、こんぐらい。自己強化使った状態で、何コンバ使った状態でも、400とかしか回復しないので、ちょっとね、やばいんですよ。ちょっとケアルだとやばいんですよ。なので、まあ、よくクレメンシーを使っちゃうんですけどね。で、まあ、だだ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 だね、冷静に行こう、冷静にね。もう俺、冷静沈着だから今。騒いでますけど、冷静沈着。これ、なんで騒いでるかっていうと、ちょっとね、おじさんまた、ここ2、3日、発熱してるんですよ。もう、首とか肩、痛くて痛くて、絶賛体調不良。ちょっと、マキシポーション使おう、使おう、使おう。これね、よし。え、ちょっと強いね、やっぱね、これね。ちょ強化してきたから、ちょっと俺調子こいてたわ。ちょっと強いな、こいつな。あ、あれだ。じゃ防御強化使おう。防御強化今使おう。今使おう。使ってから戦闘開始しろって話だけど。で、あの、これもうなくなるから、もう使お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 う。やっぱね、もったいないとか言ってらんないわ。いいわ。使おう使おう使おう。大丈夫大丈夫。大丈夫。今回は大丈夫。勝てる勝てる。鋼で使う。今回は大丈夫、勝てる勝てる勝てる、絶対勝てるね。あの信じないとさ、やっぱさ、筋肉さんを信じる者は救われるってよく言うでしょ。あの大丈夫大丈夫、勝てる勝てる勝てる。もうこの前のはね、もう編集してて俺びっくりした。なんで忠義の剣とか忘れてんだろうと思ってね。せめてなんか忠義の盾とかさ覚えてればさ、まだねよかったっつったって忘れちゃってんの、もう完璧。よいしょ、うわー、もうこれどう、外周じゃない方がいいのかな、真ん中に。そうだ、別に広げる必要ねえんだよなこれな。よいしょ、マキシ、よし。でクレメンシーももう一回しよう。あー、コンバ復活してたね。あ、これも復活してるね、もうね。こっち、こっち行こう、こっち。でも、いや、ここ、吹っ飛ばされた時怖いからな。ちょっと、この辺にいよう。中途半端のとこにいよう。ね、こういう、まあ、あの、本当にダラダラなプレイヤーですから。ああ、もう、ランパートまだ効果残ってるのに、なんだっけ、あんな、なんたらこんたら使っちゃったよ。よっこいしょ。うわあ、おお、これ、これ冷静に行こう、冷静に、冷静に。これ、吹っ飛ばされても大丈夫。この、何 ?4 つ出る、これ、怖いから。これがちょっと危ない、ほんと危ないこれね。マジであればやらしいよね、ほんとやらしい。
よし、じゃあもう一回これかわしてコンバが残ってる時に黒飯いっとこう。一回いっとこうね。よし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 、いいよいいよいいよ、これいいよいいよ、もう 38% しかないもんこいつね。もういけるいける、これはいけるよ。よし、はい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 、大丈夫大丈夫、だ全然大丈夫よ、全然大丈夫。これちょ巻き、おあったあったあった、やべえ、俺変な方向いってない、インビジブル。ああ大丈夫だった、これ、あでディバイディバイ、あちょキャルキャちゃだま、なんかはい、なんでもない、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと取り乱しましたね今ね、うん、大丈夫よ、全然大丈夫、冷静冷静ですよおじさん。もう今回でもね財宝も1個しか入ってないからね、まあまあね、言うてもまあまあいいかなっていう。この前の方が結構ショックだった、あれだから熱出したのかもしれないね、あの風邪とかじゃないんですよ俺、ちょっと交通事故でね首やっちゃってるもんでね、あのいろんな病院かかってるんですけど、あのまあ結局はね、あの原因不明っていうことで片付けられちゃうんだよね、この発熱の原因が。変なウイルスかかってるわけでもないし、その本当に頸椎の軟板にね傷が入ってるっていう、そういうのでもないんですよ。よ、わかんないって言われるんだよねやっぱね。今もねすっごいあの左半身が超痛いんですよ、まあ、それでなんでゲームしてんだって話なんですけど、これでも首ねちょっとベキベキってやった方わかると思うんですけど、あの、まあ、枕にもよるんだけど寝れないんだよね、寝るとやっぱ首痛いからさ。それで薬飲んでちょっと寝たんですけど、結局ちょっと起きちゃって、あせっかく、あーおーほーインビシブル、よし食らっても大丈夫だよね、インビン入ったからね、よし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 、いけるよいけるよ、筋肉さんいけるよ、今回いけるよ、残り 3% だこいつ、残り 3%、 もう HP 多分3ぐらいしかないでしょこいつ、3だったらもう死んでるよ。よしこれ冷静にいこう、冷静にちゃんと対処してから、冷静に対処してから倒す。よし、やりました。いや別にあのうん、何もすごくないんだけど、全然すごくない。とりあえずいけたっていうね。はい、そういうことでございます。はい。で、まあ、ここでね、終わらないんですよ。いや、次は行かない。次行ったらまた1時間動画になるから、今回はちょっと早めに終わろう。で、あのね、実は、いい音楽だね、これね。癒しの音楽だね、これね。あ、誰かいる。タゲったら名前出ちゃうから、ちょっと、とりあえず鑑定しようか。これでマメットエッドちゃんが出て、やったーっつって終わるのが、俺の理想ね。理想。マメットエッドちゃんが出て、あのマーケットで見たらね、でもそんな高くなかったんだよね、マメット言ったじゃん、もう買ってもいいかなって、あ間違った、買っても別にいいかなっていう感じなんだけど、はい、とりあえず鑑定いこう、鑑定しましょう、もうろくなもん出てないから最近。あ、キュインつった、キュインつったよ。うーん、マテリジャじゃねえんだよな、欲しいのな、家、お家帰ろう、うん帰ろう、ちょっと暑くなってきたな、ストーブ止めようかな。いやー、マテリジャか、誰かにあげよう、うん、俺ほんとマテリジャはめない人だからさ。はい、あここね、あの3人のエッタちゃんがいます、ここに。あのツイッターでもなんかあのねエロいエッタちゃんはいないんですかっていうね、エロいエッタちゃんいてくれたら俺も嬉しいんですけどね、うん、まあ、ツイッターとか DM とかそういう関係はちょっと あんまりコメントとか出さないですけど、ね、そういうあのツイッター見てくれればあれ誰でも見れるじゃないですか、なのでまあ見てくれれば分かるんですけど、あのこの前知り合った方がね、エロいエッタちゃんはとか言ってましたけどエロいエッタちゃんは確かにいてほしいですよね。あこれ3人のエッタちゃんっていうね、あの、まあ、とある歌のパクリですけど、うん、あの強いエッタちゃんと賢いエッタちゃんと素早いエッタちゃんですよねきっとね、はい、まあ、それはいいや、まあ、帰ろうとりあえずね。はい、で、あの今日はちょっとお知らせっていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとしたお話がちょこっとだけあって、まあ、ついでにディープダンジョンも行くっていう感じだったんですけど、ちょっと定位置に帰るね、定位置にね。はい、撮影部屋こっちに移動しました。はい、ここね。うっこいしょ。あー、疲れた。はい、よっこらしょ。落ち着くな。もうこの曲がいいよね。
漆黒ネットちゃん、もうオーケストリオンここ持ってきたからちゃんと聞こえるように。はい、それであのお話っていうのがちょっとスカイプのお話なんですけど、あ、ここから先はあの画面が動かないので、あのぜひぜひちょっとダラーっとね聞いていただくか、まあ、もしくはもうここで動画止めていただいて大丈夫です。あとはお知らせというかちょっとした雑談なんで、はい、まあ、お付き合いいただける方はダラーっとゆるい感じで、あのコーヒー飲みながらとか、タバコ吸いたい方はタバコ吸いながらとか、あともしくはスマホを片手にちょっとトイレでフッってねやりながらとかね。最後の例えはいらなかったな、今な、ちょっといらなかったですね。はい、反省はしてないですけど反省してます。はい、スカイプのことなんですけど、ついこの前もあったんですよ。多分動画見ていただいた方だと思うんですけど、スカイプで実際におじさんと喋ってみたいんですよねっていう方が何名かいらっしゃいました。本当に若干名なんですけど、先々月ぐらいから1人2人ずつぐらいちょっといらっしゃいまして、ですっごいねありがたいんですよ。俺なかなかそういうの誘えない人なんで、本当仲良くなったフレンドさんとかだったら、もうねたくさん遊んで仲良くなったフレンドさんだったらいろんな話をするのに、スカイプどうですかって言ったりするんですけど、なかなかねその自分から言うっていうことができない人なんですよ。でそういう意味でもなんか誘ってこう来る方っていうのは本当すごいなと思って、マジで尊敬の眼差しです、俺からすると本当に。なんですっごいありがたいんですよ。でただね、一人以外かな、一人だけ確か一回喋ったんですけど、いつだったっけな、まだね気温がちょっとまだぬるかった時期ですね。暑くもない涼しくもないぬるい感じの、まあ、時期だったんですけど、でそれ以外の方ってちょっとね時間がうまいこと合わなくてどうしてもお断りしてたんですよね。要は夕方とかだとうちちょっと同居してるんですよ、家族と。だからまあ嫁さんもいれば、まあ、ワンコもいたり、あとホモサピエンスがねこう何人かいるわけなんですよ。なのでね、ちょっとこう夕方の時間ってなかなかスカイプすることが難しくて、で基本的に、まあ、今時間こうやって今2時17分か、まあ、この時間にちょっとゲームしてるっていうのもすごい珍しいんですけど、午前中、本当に午前中だいたい動画撮ってるのって朝8時とか9時とかそのぐらいなんで、一番いいのはそのぐらいの時間に誘っていただけるとだいたい OK です。基本的には OK、 特に用事がない日は大丈夫なんで、その時間にちょっといていただければありがたいなと思います。でこの前お断りっていうかね、その夕方とか自分が本当にバイト行く直前にもうログアウトしようってなってる時にテルいただいた方には言ったんですけど、いやごめんなさい、ちょっと午前中だったら時間があるんですけど今はちょっとこんな理由でとかね、もう固定でスカイプ使っちゃってますとか、今ちょっと家族がいるんですいませんとか、バイト行かなきゃいけないですいませんとか、ちょっとねお断りしてるのが続いちゃったんで、すごい申し訳ないなって思うんですけど、はい、午前中なら大丈夫です。ちょっと時間的に合わせにくいとは思うんですけど、そういう時間でしたら全然大丈夫です。でその時に一人だけこれ俺から言ってないのに言っていただいた方がいらっしゃったんですけど、これねすっごいありがたいのでちょっとシェアさせていただきます。スカイプとかする時にする前にね簡単な年齢と性別を教えていただけるとめちゃくちゃ助かります。例えば例に挙げて、まあ、自分をね例に挙げると、例えば30代ギリギリ前半のおじさんですって言うと、 なんとなくこう何もないよりはヒントになるじゃないですか。例えば60代前半のおっさんですよとか言ってくれれば、あ、もしかしたら定年退職を迎えて、まあちょっとゆっくりね FF を楽しんでらっしゃる方なのかなっていう。で結構社会経験豊富で、まあ、いろんな会社に勤めていらして、まあちょっとね今後ゆっくりしよう、定年退職今60じゃねえか、うん、だけどまあ人生経験は圧倒的に俺よりはもう豊富ですよね。だからまあいろんなこうお話とか聞けるかなとかさ、まあ、そういう楽しみができたりとか、なんだろう、まあそういう、なんていうのかな、まああるじゃないですか。なのでね、で例えばそれが、まあ、10代後半ですとか、今20歳、もうちょっとで20歳になりますとかだったら、あ、まだ、もしかしたら学生さんかもしれないなとかさ、あ、まだ社会経験はないんだなとか、だから例えば、いや、こういう部下を持つと大変ですよねとか、そういう話題はできないなとか、いや、あるじゃないですか。極力だからなんだろう、社会経験あった方が、まあ、話題は豊富にあるんで助かるんですけど、まあ、別にその辺は大丈夫です。ただ平日の午前中が基本的に大丈夫な時間なんで、ちょっと学生で平日の午前中に OK っていうのはちょっとダメでしょ、ダメでしょ。で極力マンツーマンの方が俺はありがたいんでこれ本当昔あったんですけど、あ、いいっすよって言ってね、スカイプいいっすよって言って、これ FF じゃなかったんですけど、
FF ではなかったんですけど、スカイプど、お願いしてもいいですかって言われたから、いいっすよって言ったら、相手がね 3,4 人いたので、明らかに子供、いや子供っていうか分かんないよ、高校生ぐらいかもしれないんだけど、うん、なんか 3,4 人でユッケさんだみたいな感じだったの。それはやめよそれやめよ、あのびっくりするからそれはやめましょう。あの老若男女関係なしに、最初はこうね、あのマンツーマンで喋りましょう、ぜひぜひ。あの、うん、びっくりするって俺だから逆に、例えば夕方に、あのこの前もね、あのさっきちらっと言いましたけど、もう固定で、固定っていうか、まあよく遊ぶ身内の方々で、まあ、スカイプをしてる状態であったんですよ。でその時に、あのもしよかったらスカイプどうですかって誘われたんで、まあ、それはちょっとお断りしたんですけども、今ちょっとね何人かでスカイプ使っちゃってるんでごめんなさいっていうのを言ったんですけど、それさっきの話の逆パターンになりうる話じゃないですか。いいですよって言ってそこに誘ったとしても、お互いにこう気使うでしょやっぱり。ほら、あのそこでもうすでにスカイプで喋ってる人たちからすると、あのユッケが連れてきたこの人誰ってなるし、もちろんそのスカイプいいですかって言ってくれた方もいきなり5人とか6人とかいたら、もう誰が誰だか分かんないし、もうなんかわけ分かんなくなっちゃうじゃないですか。でびっくりするじゃないですかやっぱり。なので、まあ、ちょっとそういう時はお断りしてたんですけど、あのそういう理由です。はい、まあ、なのであの午前中にもしご都合が合いそうでしたら、あのまたぜひしましょうという感じでございます。はい、いやークリアできた。これディープダンジョンから出ちゃうともう見れないのかな、そのステータスみたいのって。それ分かんないんだよね、コンテンツ情報ないよね、ないよね、ないよね、エッタちゃんっていう項目ないもんね。うん、ちょっと分かんないですね。はい、まあ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 、そんな感じなんで、まあ、時間もちょうど20分ぐらいになりそうなんで、まあ、この辺で終わるんですけども、あのぜひぜひ、あのもし本当に、まあ、そんなにいらっしゃらないとは思うんですけども、もしもまたあのスカイプとかそういう音声通話っていうのかな、実際に喋ってみたいっていう方がいらっしゃいましたら、あのできればちょっと午前中、平日の午前中、土日はやっぱりね、やっぱり家族とか、あのやっぱホモサピエンスがいっぱいいるんで間違ってはいないですよね、ホモサピエンスですよね僕らはね。はい、なのでちょっとあのなかなかね難しいあのね状況にあるんで、まあ家族と同居してるとそんなもんすよ。はい、というわけなんで、あとあれもやめよう、これも昔いた、スカイプいいですかって言ってスカイプで話したら、あのフレンドさんいないんで、フレンドさん誰でもいいから紹介してくださいっていう、なんか俺別にその出会い系の仲介人とかじゃないんで、それもやめましょう。あのそれ流れがあるじゃないですか、徐々にこう、例えば14を一緒に遊んだりとかね、まあ、14じゃなくてもいいんですよ、あの一緒にできるゲームがあったら、なんていうのかな、俺ほら、要はね、前もこれなんかの動画で言ったんですけど、14って本当手段なんですよ。要はこうインターネットを使ったゲームって俺の中で本質的にリアルと一緒なんですよね。要は何らかの、例えば14なら14っていうものを、それ自体が目的じゃなくて、14っていうものを手段として使って、目的はやっぱこう人対人のあのコミュニケーションっていうか、俺そっちの方が重要だと思う人なんです。だからあんまり一人でね14って本当動画撮らない時ってそうそうやらないんですよ最近。本当に一人でゲームしてるときは、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、スカイリムだったりとか、マインクラフトだったりとか、まあ、最近ちょっと動画にしちゃってますけどね、マインクラフトは。まあそういうのをやったりするんですよ。要はオフゲーっぽいやつ。なんでね、MMO とか本当に人がいないとやらない人なんで、だから多分フレンドさんとかみんな辞めたらね、多分俺も自動的に辞めると思います。あの一人やってても本当に、俺あんまりこういうの楽しめない人なんで、本当そういう感じなんですよ。だから例えば会社っていうさ、まあ、大きなコミュニティがあったとして、それって、要はそのなんていうの、会社が手段っていうかさ、仕事っていうのはやっぱり生活するための手段であって、俺はそこがメインじゃないって思う人なんでね、まあ今自営ですけど、なんていうの、自営だけじゃなんかね、なかなか食っていけないご時世ですから、まあいろんなねやるんですけどねまあそんな感じで、まあ、それとなんか似たような感じでゲームっていうのも、まあ一つのその、まあよくオンラインゲームですけど、まあ人と絡むための手段として、まあ、それを利用してるっていう感じなんですけど、なのでね、ちょっと待って、どこの話に俺は着地しようとしたんだ今。うん、まあそんな感じなんで、なんだっけ、
スカイプの話をしてたんだよね。スカイプの話をしてて、待って待って、記憶をたどろう。スカイプの話をしてて、まあ、そういう感じなんでね、あ、そうそうそう、その流れ。だからスカイプをするしないを別として、14を一緒に徐々にやってって、仲良くなっていって、まあ、コンテンツが徐々に解放されていくわけじゃないですか。で、あ、4人コンテンツがいたって、とうとう8人コンテンツがいたと。いや、どうせなら最初、初見だから身内で行きたいね、みたいな。ね、知り合い同士で行きたいねって言った時に、誰かフレンドさんいないかな、あ、リスト見たら誰々さん行ったからちょっと触ってみようか、みたいな。で、ついでに今スカイプしてるからその事情を話して、スカイプも来てもらって、できないかなみたいなさ、そういう流れで徐々にこうお友達ネットワークみたいなのが広がっていくっていうのが、これ本当本質的にリアルもゲームも俺一緒なのかなっていう風に考える人なんでね。だってほら、あんまいないでしょ。例えば会社に新しく、例えば転職してさ、新しい職場に行きました。で、自分の教育担当みたいな人がつきました。で、その教育担当とちょっとね、まあ、一言二言話すじゃないですか、まあ、仕事の話をして。で、1日目にいきなり、すいません、友達紹介してくれませんかとか、ないでしょ。いや、昔いましたけど、俺教育担当になった人、先輩、彼女いるんですかって言われて、いや、いるよっていう話をして、今の嫁さんなんですけど、嫁さんっていうか、まあ、いや、その話やめよう。いるよっていう話をして、いやー、僕彼女いないんですよ、誰か紹介してくれませんかとかね、バカこのとか思ったんですけど、知り合って初日ですよ。だから、なんかね、それはなんか、教育担当に普通そういう話すんのかなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、今んとこ人生でその人だけですね、初日にそんなこと言われたの。いやー、びっくりしたな、あれは。うん、まあ、なので、まあ、そういうなんかね、流れがあって、まあ、そういう話になるっていうか、いや、彼女いないんで誰かいませんかっていうのはもう NG ですよ、俺。もうそういうの大嫌いなんだよ、俺。なんかそういうのって自分で探せっていうね、そういうなんですよ、俺は。なので、まあ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 、あれなんですけど、まあ、スカイプに関しては全然午前中だったら大丈夫でございます。はい、という感じで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、こんな感じで本日は終わろうと思います。はい、こんな動画でございましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。それでは、したっけね。いや、寒いからちょっとミラプリ変えようと思ってこの格好にしたんですけど、まあ、羊っぽいよね。羊ですよ、これ。羊。これかっこいいよね。かっこいいけど、サンタさんもある。何してんだ、俺。